ジャッジが17号ホームラン、これで4試合連発。本塁打メジャー全体1位にいよいよエンジン全開。シーズン成績打率2割7分9厘、本塁打17本、 OPS1.051。 2年前大谷との MVP 争いを制して62本打った男が止まらない。ア・リーグ記録のジャッジが戻ってきた。不審が嘘のようになってるやん。こりゃあもう止まらない。今年も68超えてくるか。今年はジャッジが MVP に返り咲きそう。打ち出したね。打ち出したらこれぐらいはやるのがジャッジ。大谷さんも月15本の6月打に期待。マジで現惑星最強バッターだろ。今シーズンも50本打ってほしい。ア・リーグ魔強すぎる。元気にバット触れたらやっぱすげえわ。ジャッジは4打数1安打しか打たないけど、その1本がホームランっていうことが多いんだな。だから打率はそんな高くはないもんな。スペでさえなければな。さすが現役最強打者。絶対打ち出すと思ってた。リーグ違くてよかったわ。大谷にも2021年6月後半の21試合16発みたいな爆発力あるから、今季入ってからずっと本調子でもなんでもないよな。ジャッジは守備もしてるから、今季の大谷は MVP 厳しめに見られるだろうな。でも大谷は個人成績よりチームの勝ち優先してくれ。ホームラン出てるならこんくらいの打率だろうが別に気になんないよな。大谷がこんくらいの打率で、打率がねとか言ってた、あいつってやっぱカスだわ。なんとかドジャースとヤンキースでダブルエース戦ってほしいな。どっちも PS はチワワになるの、どうにかならんかな。なんかいつの間にか15本打ってて、草開幕何試合かノーホームランじゃなかったか。不調かと思ってもすぐにホームラン打ち出すよな。足球もちゃんと見極めるからすぐ OPS も上がる。ほんとすごいわ。単純にフリースインガーは身体の不調がそのまま立定化に直結するからな。選球眼タイプは多少体が不調でも目さえ健康なら理論上は一定の出塁率を稼げる。スペらなければ結果を残す人。